とも、なんとも、すいません。CD が、BGM がかかるのが遅かったですね。BGM じゃない、なんちゅうの、声のオープニング ?OP? 作業療法士か。はいはい、福祉ギャグを一発入れてみましたよ。はい。というわけでね、OP?OP が違うのか。OT が作業療法士か。まあまあいいや。で、今日はね、久しぶりに、やってまいりました。いい感じでございます。皆さん、ゆたしくでよろしくお願いいたします。はい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 。というわけでね、もう、全然最近、なかなか顔を出せてなくて、大変申し訳なかったんですが、忙しかったーというか、継続中っていう感じなんですけどね、今日も元気に子供の島キラキラをお届けしていきたいと思ってますよ。ね、はい、なんか秋風の中でちょっとね、昨日ぐらいかな、めちゃくちゃね、涼しかったじゃないかな、あれ寒かったな。で、すごい寒くて、今日から太陽が出て、で、ちょうどいいぐらいの涼しさなのかな。秋風、でも沖縄ってね、一回ね、秋に暑さがぶり返すんだよね。11月の頭ぐらい、僕はもう断言しておきますよ。11月の頭ぐらいに、もう一回暑さが来るよ。ね。油断するな!油断するなよ!なんじゃそれ。なんじゃそれ。ね。来ますからね、もう一回暑い日が。そこら辺ちょっと皆さん、気をつけててくださいよ。っていうかね、それがないと楽しみがないですよ。もう海行ってないんだから海行きたいよね。でも来年からね、もう本当に仕事で海に行けるということが決定したので、今年は海に行けてないけど、来年は週に3日ぐらい船に乗ろうかなっていうぐらいの算段をしてますよ。はいはい。まあそこら辺のね、こともね、年内ゆっくりゆっくりちょっと紹介していけたらいいなと思っておりますよ。じゃあ行ってみましょうね。子供の島、キラキラー。この番組は、NPO 子供の島がお届けする沖縄を子供たちの笑顔で、キラキラ輝く島にしたいなという願いのこもった、レディオ番組でーす。この番組は、今日ジョイするでおなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ。ねえ、それでは今日も元気に、行ってみましょうね。ゆたしくでーす。元気しもじん元気、お腹痛い昨日の夕方かかり痛くて、はいよ。で、まゆちゃんのズンバ参加して、おうおうおう、腰を動かすでしょ。ズンバお腹痛くてね、腰動かす出なかった。全然ないんじゃん。漏れなかった。うん、ガンバズンバ、うん、
いやというわけでね、今日もやっていきましょう。子供の島キラキラの時間でございますよねえ、しもちん。ぬちぐすいぬちぐすいなんだ。今日はちょっとテンションが上がるね。なんかね、お腹痛くて、はい、あでもなんかそういうテンションでもいいんじゃない。のんびりのんびり行ってもいいのかなという感じもしますよ。はい、はい、子供の島キラキラね、番組では皆様からの、ご意見ご感想その他コメントもろもろお待ちしてますよ。メールの宛先は761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp というわけでね、はい、今日は本当もう素人レベルのテンションでいこうかなと思っていますよ。あのなんていうのかな、あえてプロでもないくせに、あのくろうとが素人のふりをしたみたいな、なんか分かりにくいね。なんか、うん、相手感じだね。はいはいはい、というわけでフォックス番号は098-934-8653 098-934-8653 ね、皆さんからね、どんどん、ご意見ご感想、まあ、コメントね中心にお待ちしてますよ。番組はツイキャス、それからこれはツイッターのキャストって意味なのかな、ツイキャスっていうのは、ね、うん、ツイキャス、それからユーストリームね、ね、US トレームユーストリームからもね、皆様ねこの番組を見ることができますので、ぜひぜひどんどんガンガンゴンゴンゲンゲンね、コメントいただけたらいいなと思っておりますよ。はい、というわけでね、早速、アッキーさんからコメントが、イカロニー様久しぶりにこんばんちは。おーいいね、こんばんちは、こんばんちは、こんばんちはね、もうよろしくお願いします。アッキーさんとね釣り行こうって言ってて、釣り行こうねって言ってたわけ、今年の頭ぐらいに、そしたらさ、僕ほらもうね会社作って10ヶ月やってるよ。もうね本当にね、会社作って事業所分けて、もう事業も増えて来年また1月に新しい事業所開けるっていうことで、もうなんかあのアッキーさんの釣りの話放置プレイで、打ち込み行こうねとか、じゃあ来年打ち込み行こうね、うん、沖縄は冬場でもねタマ狙えるから、そうまあアッキーさんと一緒に行けたらいいなと思ってるんだけど、もう変な話あのかなりの放置プレイね、仲間内でも釣り行こうね、釣り行こうね、そうとりあえず僕はちょっと仲良くなって、しかも釣りする人って思ったら、ちょっとでも釣りかじらしたら釣り行こうね釣り行こうねってみんなに言うようにしていて、まあ理由としては、いろんな人に言っておいたら釣り行く確率が高くなるだろうという声かけだけはみんなにしておくっていう、周りも行こう行こうって2年経ってるけど、うん、でアキさん今メール来て悲しいさ、かっこ悪いとごめんごめん、資材紹介しかったんだろうにみたいなね、そんな感じでね、はいはい、いやあれなのよ、実は来年の1月にうちの会社でね、はい、まあ、僕はNPO 子供の島という NPO をね4年前からさせていただいていて、はい、で下地もね、下地も4年前からか3年前からか1年前はなんかよくわからんけど、ちょこちょこ見ただけだけど、で、まあ、3年前からNPO の、ね、メンバーとして頑張っていただいていて、はい、で、僕はそのいわゆる NPO をやる前から12年ぐらい前かな、から音楽教室をねずっと経営していて、で、まあまあ、福島に支援を生かしていただいたこととか、あとその自分の音楽教室でねいろいろと学校に行けない子たちとか、なんかいろいろ問題を抱えてる子たちとずっとなんていうの携わってきたっていう経験から、うん、まあそのいろいろと社会活動をするようになって、でまあそのね一環でもあるこの子供の島、ね、でそのラジオ番組をね、2年ぐらい前か、そうだね2年ぐらい前だね、ねから持たせていただくようになって、で今回ね、また、新しく実は会社を作って、また、ね、今年の3月に
2月に会社を登録して、3月から、事業をスタートしているんですが、まあ、なかなか順調でね、おかげさまで。で、もうそう、社員も、少しずつ増えて、で、おかげさまで、僕一人じゃなく、経営陣が増えて、そう、もう一人社長から脱却して、おかげさんで、まあ、相変わらず社長という形でやってるんだけど、一人社長を脱却して、同時系でね、一緒にやっていただける人も増えて、で来年の1月に、はい、新規授業ということで、まあ、今も人材育成授業とかカウンセリング授業、それから音楽教室を引き続きやっているんですけど、会社としてね、まあ、あと英語教室とかカルチャースクールも今やっていて、で来年の1月から新規授業で、就労移行支援事業所、就労移行支援事業所、支援事業所、そうそうそう、いや、これは、障害を持っている方とか、あと障害をお持ちでなくても何らかしらうつとか、あるいはその要は病院で何らかしらの診断を受けて、福祉サービス受給者証、福祉の何らかしらのサービスを受けることができますよっていう、その証明書、ね、これ行政から発行されるんだけど、それを持っている方が、通える、まあ、もう持ってなくても通えるんだけど持ってない人は実費なのよ、そのカードを持っている人は、1割負担、で通える、まあ、つまり1日何百円で通えるっていう事業所なんだけど、内容としては何かっていうと、まあ、就職に、就職するためのスキルとか、あとその、まあ、マナーも含めてね、あと生活、就職するって言うとやっぱり規則正しい生活ができないとなかなか就職難しいですよね、とそういった全般を就職のために必要なスキル全般を学ぶことができるっていう事業所ね、まあ、僕はずっと教育というかね、まあ、音楽教室通してそういったことをずっとやってきたから、まあ、そこで一人だけじゃなくね、同じようにその、まあ、企業の例えば、新入研修の鬼教官をしていた人とかまあこ の, ラジオ局でも番組持ってる方ですけどね、とかあとそのね、某大企業ゼネコンでずっとそのプロジェクトチームリーダーを、若い頃からやっていた方とか一緒になって、で、そう、不定福祉関係の方とタッグを組んで、で、まあ、この事業所を開けるという形でさ、来年の1月から、開けることに至りました。はい、で、まあ、その準備でもめちゃくちゃ忙しいのよそうなのよ、でもね、やっぱり実際仕事しないとさ、で働いて自分の力で生きていくっていう経験をしながら、やっぱり自分の抱えていた問題とか、そういったことをこう乗り越えていくっていう可能性が高いわけさ、でこれから日本はどんどん人口も減っていく中で、どんどん人口が減っていって、今その安倍総理はさ、国民総活躍か国民総活躍総と何でそれ、国民活躍、まあ要は国民全員がその社会で活躍していく、まあ日本国民全員がそのなんていうのかな、能力の高い国民になろう、無理やわ無理やわ、でそれを言っているわけね。これ実は僕この話って1、2年前にラジオでも話してるのよ。要はこれからフェイスブックとかでもよく書いてたんだけど、最近は書かないようにしてるんだけど、もう最近フェイスブックあんまりね見てない。要は人口が減ると、人口が減った時に今の経済を維持するのは難しくなるさ、経済力をね、はい、こういう経済力って何かって国力だから、ね、国の力さね、国政だわけさ、これが、国の、経済の勢いね、勢力、国力ね、でこの国政をこの国力を維持するためには人口が減っても一人一人が稼ぐ率が高くなれば、ね、例えば1000人で1億人稼いで、1000人で、まあ、1兆円でもいいよ、稼いでたところを、これが、まあ、半分ぐらいか5000人で同じだけ稼ごうと、はいはいはい、としたら一人一人の能力が上がらないといけないよね。そうだね、
だからその人口が減っても一人一人能力の高い国民に絞られていけば、うん、ある程度経済力は維持できるけどねみたいなことを、うん、僕2年ぐらい前のラジオで言ってたでフェイスブックでも言ってたのよ、うん、でそれをさあからさまにさ、うん、でもさそんなできるわけないじゃんっていうのは正直あるわけあるわけさでそれをあからさまに、うん、国民そう活躍そうと、うんうん、この何々層っていうのは、うんうん、自民党さんの、うん、まあ、よく使う文言でそうなんだ B 層って言葉がある、うん、働いてて、うん、金持ちじゃないけど、うん、まあ普通に生活はできてて、うん、まあ安定してる、はいはい、でそれからでも貧乏でもないけど金持ちでもない、うん、中の中っていうもう本当真ん中って感じ真ん中っていうのが、うん、沖縄はあれだけど本土に行くとそういう層が特に都市に行けば行くほど多いわけ、うん、中流層がね、うん、で中流層が一番求めるものは何かというと生活の安定だわけ、うん、だから B 層をターゲットに政策を作ると国のああ、うん、支持率が上がるから、うん、選挙で負けなくなると、うん、だから小泉政権の時にやたらと B 層っていう言葉を使っていたよそうなんだそうそうそうでこの B 層の方々が、うん、執着っていうかその依存するものって、うん、みんながみんなじゃないけどやっぱり経済だわけ、うん、ネットあなるほど要はインターネットパソコンというよりはこう、うん、スマホとかそうそう iPad とかそうで YouTube 見たり2チャンネル見たりとかだから2チャンネルとか、うん、その YouTube とかで、うん、そのいわゆるプロパガンダ放送表向きには私たちじゃないようだけど実際はプロパガンダっていう放送が多いわけさ、うん、何々チャンネルみたいな、うんうん、チェリーブロッサムチャンネルみたいなでも下級層は上げないとダメじゃないそうそうでこんなそれで B 層 B 層言ってたのに、うん、人口が減りますってなったら、うん、急に国民層活躍みたいな国民全員活躍層だよみたいなB 層じゃないよみたいなことを今言い始めてるんだけど、うん、なんていうのかなその前に全国的にニート引きこもりの問題がすごく大変だったり、うん、でなんていうの福祉サービスを受ける方がやっぱり多い中でさ、うん、それを言い始めてるっていうのはちょっと遅いんだよね、うん、で底上げっていうのを今言ってたさ、ねうんうん、それは本当に大事ではあるわけ、うん、でもそれっていうのをあんまりせずにエリート教育結構力入れてきたでしょ、うんうん、もう日本は東大東大さずっと昔からそうだよねそうだよね、うん、で人口減ったら、うん、厳しいんだよこれ人口が多いから、うん、人口が多いから格差があって国が成り立つ部分はあるわけ、うんうん、例えばアメリカがそうでしょ、うんそうね、で中国なんかもろにそうさ今もうスーパー格差社会だしでエリートと要はそうじゃない人が金銭的にも完全に分かれてくるわけさ、うん、でフィリピンもそうなのよ、うんあうん、これ3つとも全部違う社会制度の国でしょ、うん、日本が民主主義、うん、まあって言っても資本主義だけど、うん、でアメリカが資本主義、うん、ものあからさまで中国は社会主義、うんうん、だけど実質今経済は資本主義になってるでしょ、うん、でフィリピンは共和国、うんうんうん、まあ一応は間接民主制っていうのを取ってはいる、うんうん、けどかなり封建的これは宗教による封建社会がある程度いまだにやっぱりその成り立ってる、うんでそれでなんていうのかな人口が多いと格差社会が生まれて、うん、やっぱりストリートチルドレンとか親のいない子供とかが増えてくるんだけど、うん、そのこの3つの国アメリカ中国フィリピン、うん、3つの国ストリートチルドレンがいるわけなんか東京にもあるっていうんじゃないもうちょっと出始めてね、うんうん、公園で寝泊まりするその10代の子とかがちょっと出始めてたり沖縄でも親がいない子供、うん、ほらびっくりしたこの間ほら町づくり研究会でさ、はいはいはい、話した時に僕が沖縄でも子供のいない子、うん、親のいない子供のための施設があるって話をした時に、うん、福祉関係者がびっくりしたんだよね、うん、してたよね、うん、
こんなの日本であるのみたいな、これ東南アジアとかの話じゃないのみたいな、うん、あそうやってたね、うん、なんかさ僕が逆にそれでびっくりしてあこんなに社会一般的な意識っていうのは知らないんだと思って、うん、あの一番の罪は無関心って言うよね、言うよね、うん、だから結局この無関心さが本人は無関心と思ってないよ、うんうん、でも関心があることがそこじゃないんだ、うんうん、そこには関心が向かないから見ようともしないし調べようともしないんですよね、うんうん、だけど実際にもういっぱいなわけまあ沖縄県だったら南部にある台中園、はいはい、袋の中の園、はい、園はあの公園とかの園ね、うんうん、この台中園っていうところが親のいない子供たち、うん、幼児で、うんうん、そうだね、うん、いるけどあの療育能力がない、うん、とかね、うん、で例えばさホームレス同士が、うん、まあ、はいはいはい、子供作っちゃって、うん、もう育てる能力ありませんみたいな、うん、っていう子もいるし、じゃあそれでいやホームレス最悪って言ってしまった終わりで、うん、ホームレスの9割が軽度のあるいは重度の障害を持ってるから、うん、沖縄の場合そのホームレスになるパターンがお家はあるからホームレスじゃないって話もこの間したね、うん、したね、お茶あるんだよお茶あるんだよ、うん、で今の、例えばニート引きこもりの方々が、うん、親が死ぬと、うん、そのホームレスみたいな感じになっていく、いわゆる不老者になっていくっていうパターンがすごく実は多くて、うん、だからこんな方こんな状況が実は沖縄ですらもそれがすごくて、沖縄県の、労働人口ね、要は仕事ができる人口でさ、うん、年代ね、要は18歳、まあ、16か18ぐらいから大体まあ仕事ってだから大体65だよね、今65歳から年金だから、あそうだね、うん、の間でニート引きこもり、要は仕事もしてない学校も行ってない家事もしてないっていう何もしてないっていう、人たちの方々の、数字が県沖縄県だけで1万5000人突破したわけすごいね14万人だよ、14万人ということは100人に1人、うん、仕事してない、うん、わけ国県民総数の中で、うんうん、で、もちろん仕事をしない、仕事をするっていうのは、まあ、早くて16ぐらいからだから、うんうん、中学校卒業してからだから、うんね、16ぐらいからだから、うん、労働人で65万でしょ、で労働人口の中での1万5000人って言ったらすごいパーセントになるわけ、100人に1人じゃなくなるわけよ、うんうんうん、要は国県民全員の中でも100人に1人は働いてないっていう計算なのに、うん、65歳以上と16歳以下、あそうだ、ね、要は子供とおじいおばを抜いて仕事する年齢の人たちの数って言ったらもっと少ないさ、そうだね、うん、うんうん、今140万人か140万県民よりも、うん、さらにもっと少なくなるでしょ、で沖縄ってまだまだ全国に比べたら子供が多いから、うーん、労働人口って少ないわけその中でさらに1万5000人ああ不登校の話してないわけ、不登校はカウントしてないよ、うん、不登校なんて入れたらもっと増えるね、もっと増えるよ、すごい数になる、うん、じゃあその状況で今から人口が減っていきますと、はいああそう見ると経済は危ないね、危ないよ、経済もうめちゃくちゃ危ないわけ、どうしよう、うん、だから僕はいいよ変な話個人主義みたいな風に聞こえたら誤解はしてほしくない、個人主義ではないですよ僕は、僕はいいよ変な話、僕はいつでもいつでもよ、うん、自給自足できる準備は OK です僕は OK、 そうだね、農業釣りでなんか、うん、いろんなもの作ったりするもんね、あ僕そこら辺に生えてる竹切ってから家作れるできますよ、でもサバイバルの知識とかガンガン今まで10代の頃から詰め込んでて、あるもんね、うん、ね、10代の頃から僕は一人サバイバルキャンプを楽しんできたわけ
夜中に一人で海行って、あの家の明かりがあるところまで1時間ぐらいかかるようなところ、海とか山とかに行って、山はあんまり行かんけどハブ出るから行って、一人で火を起こして薪拾ってきてでっていうのをよくやってたわけよ。で、海の近くとかたまにパパやとかなってるから、うん、10代の頃、20代、ごめん10代じゃん、20代の頃、20代の頃ナタ必ず車に 1,2 本乗せてたから、うん、ナタで木を切ってパパや切ったりとかしながら、うん、で細い枝切ってきて、うん、ナイフでこう周り削いでいって割り箸作ってああ確かに大丈夫だ、うん、っていうのが大好きで、うん、20代の頃仕事をライブハウス の, マネージャーしてたから、うん、仕事があるのが夜中の2時ぐらいだったわけ、うん、それぐらいから大体、うん、行って次の日のお昼ぐらいにお家帰ってくるみたいなことをしてたんだけど、うん、で竹竿釣り竿もさ今はね、うん、まあ大人だから、はい、なんていうのちゃんと釣り具屋さんで釣り竿買うけど、うん、僕竹切って釣り竿を作り切れるわけ、糸結んでで小さい頃それで釣りしてた経験がある。それはいいね、うん、学校で教えないかな。だからそういうことだわけよ。でこれが学校とか地域で普通にやっていたわけ、ね、で僕は多分さ、うん、石川市出身だから、うん、すごい田舎だったから、うん、そういう経験は多分、うん、中南部の中では珍しいかもしれない、うん、僕だってまだ42だから、うん、これがほら復帰前の子供だったらわからんよ、うん、でも復帰の後の子供にしたらちょっと珍しいかも、うんうん、俺たちなかったもんな。だよね、うん、やっぱり小座はやっぱり町だったから、うんうん、小座とか那覇だったらこの経験少ないはずね。だろうね、うん、ハブ捕まえたりしてたのに。それはやらな、ね、紐で危な、首にギュッて結んで腕で川に投げるっていうハブ見つけた。川に投げるの、うん、そう。なんで、いや死ぬかなって。ヘビ泳ぐんでね。まあなんていうのか、ちょっと話がそれたけど、サバイバルに、うん、要は僕はいいよ、サバイバルできる、そのなんていうの、準備はもうしてますと、うん、でなんていうのか、まあ英語もできるし、うん、いつでも外国に引っ越せますとでどこでも働いたり、うん、生きていくその自信は、うん、もう僕は生きることに対して何の不安もないです、うん、どこ行ってもね。で別に自慢でも何でもないよ。ただ僕が今言いたかったことは、一番は、じゃあ僕みたいな人間が日本の平均か、うん、いや、いいでしょ。だからいる、といっぱいいるよ、いっぱいいるけど、いっぱいいるって言ってもパーセンテージで言ったら少数派だよ。だろうね、僕みたいなタイプは。ハブ捕めて壁流すしそうそう、だからこんなの考えたら今からさ、うん、経済が破綻していったら、うん、まあ、サバイバルもできない、うん、で、まあ、でも人間ってやろうと思ったらやると思うんだけどさ、うんうんうん、でなんていうの、経済成り立たせるために人口が減っていったら、うん、一人一人がなんていうの、なんていうの、その能力の高い人間にならないとみたいなこと、今政府が今そのこと言い始めてるなんかそれを、うん、大丈夫だよ、こうやってうまくいくよっていう説明をしてくれる人に会ってみたい、うんうん、ああ、うん、いないと思うよ。だよね。地方人どう思う？俺？うん。俺はなんか日本のこれからみたいな、要はさ、ここから子供の話につなげていきたいんだけど。うん、勉強よりはやっぱ、うん、こう自然に触れ合うところ。そうね、うん。なんかマナーとかもそうだけど、うんうんうん、モンスターペアレンツってあるじゃん。ああ、言いますね。で、うん、学校になんか。うん、朝起こすように電話するようにとかってあるじゃん。ああ、いるね。あれってさ、うん、育児放棄だよね。ああ、そう、自分が努力せずにってことでしょ。そうそうそう。そうそうそう。そういうのがなんか、うん、分かってない親とかが増えてるから。あるね。その辺から、うん、教育はしないと、うん、学問だけだと、うん、また変なおかしな国になると思うんだよね。そうだね。俺中国っぽくなると思う。
人口の少ない中国みたいな、うん、っていうのはなんか具体的に言うと中国僕っていうのはあの、うん、自分たちさえ良ければいい。ああ、これはさ、うん、どう思う？どう思うっていうと僕さ、うん、ここなんだけど、うん、それ要は自由主義さ、うんうん、個人主義、うん、個人主義ってさ、うん、僕の考えよ、はい、個人主義って人口が増えるから生まれると思ってるわけ。ああ、ね、うん、中国人の友達と、前話してるときに日本って1年間に3万人ぐらい自殺者が出るさ、うんうん、これは災害とか津波とか地震よりも、うん、多い数だわけ、うん、そういった災害の被害者数より災害で亡くなる方よりもさ、うん、1回 の, 大災害で例えばフィリピンで去年おととしすごい台風が来て、うん、来ましたね、うん、でもあれでもさ大体1万人ぐらいだわけ亡くなった方は、うん、すごい数だよ、うん、もう亡くなられた方々の冥福を本当に心から願います。なんだけど、うん、日本では年間3万人自殺するわけ平均、うん、毎年よ。で、人口がでも増えていくさ、うん、中国 の, その友達に、うん、人口が増えているさね中国はね増えてるというか、うん、まあそんなにでも増えてはいないんだけどもともと多いから。で中国って自殺する人多いねって僕聞いたら、うん、少ないと思うよと、うん、調べたらいいかわからんから、うん、人が多いから、自殺する暇がないと要はこんなことわかる。人口増えたら人権下がる、うん、っていうことわかる。その数が多い層っていうのは多いから、うんうん、その一個一個の一人一人の要はその価値が下がるというか。例えばさこんな話したらなんていうのか嫌な思いをしてしまう人がいたら大変申し訳ないんだけど、うん、一つの理論としてね、うん、これちょっと哲学的よ、うん、に考えると、例えばイワシ、うん、イワシって安いでしょ。安いね、うんうん、マグロは高いでしょ、うん、イワシとマグロってどっちの方が数多いって。本マグロとイワシって。イワシじゃないもちろん ね、うん、いや数が多いし、うん、たくさん取れるし、うん、価値が下がるよね。うんうん、なるほど、うん、そうそう、それと一緒で、うん、やっぱりその人口比率に対しての人権の比率っていうのはやっぱり反比例するわけ、うん、人口が上がると人権が下がるわけ、うん、だから人口がすごい中国多くて、うん、その中で自分たちはその中でよ自分は上に登ろうっていう気持ちが強くなるわけだ、うん、たくさんいるから人が、はいはい、ね、要は勝ち組負け組じゃないけど、うん、そうしてくるとなんていうのか自分主義というか個人主義というか、うん、自分さえ良ければいいっていう、うんうん、で人はたくさんいるから、うんうん、でもみんなでこう俺自分さえ良ければいいじゃなくてみんなで頑張っていこうみんなでやっていこうっていうのは実はコミュニティが小さければ小さいほどそれはやっぱりやりやすくなるよね。例えば村社会って昔はあったわけでしょ、うん、で例えば今でも泣き人の方とか行くとあるんだけど、うん、障害とか持ってたりあんまりちょっとそんな方でも地域がコミュニティが狭いから、うん、例えばみんなでなんか農業とかやって取れたのをその分配するんだけど、うん、こう障害持ってる人がその中に一人いたとしてみんなよりやっぱり仕事の能力がちょっと落ちるさ。うん、だけどみんなでやったからお前も同じだけなって均等分配するわけ。これは社会主義とか共産主義の基本原理なのね、うんうん、でそれはコミュニティが小さければ小さいほどやりやすくなるし自然と人間はそうするわけ、うん、でその時にみんなが同じではなく、うん、お前は 20%、 俺はじゃあ 60% とかっていう割合でも、うん、全体で100になればいいみたいな、うんうん、そのみんなを均等化するんじゃなく役割分担でパズルみたいにはめてこれが一つの全体になればいいっていう、うん、でそうなった時に利益は全体全員の数頭数で分配するっていう、はいはい、うん、このなんていうのかなその社会財産のさ、うん、分配方式みたいなものがコミュニティが小さいと自然と生まれてくるんだって人間は。で小さい子供の時ってさ、うん、小学生とかに聞いても、うん、みんなで
って言葉いくつかあるのか、うんうん、俺一人だけって、うん、あんま言わないよね。ね、うん、子供ってみんなで分けようって言葉使うでしょ、うん、これってまあ教えられてる子もいるけど、うん、教えられてない子でも言うよね、うんうんうん、多分あの生物人間とかじゃなくて、うん、生物のなんか基本的なところにあるんだ。ああ、そういうのが、うん、でもそのある種族が、うん、数が増えると勢力が強いさ、うん、だからなんかこう今度は一人一人が個人主義っていうか、ああ、なるほど、うん、だからこの数の方式っていうのが今後子供たちの生きていく環境に何をもたらすか、要は少子高齢化に向かっていく日本の中でどういう現状が起こるか、うん、ちょっと CM の後にまた話してみましょう。ジュイアッキーさんありがとうございます。でも来年はあれですよ、僕は仕事で釣りしますよ。じゃあ誰かな。あ、どうも。こっちはコメントが見れないな。なんかね、逆にその僕はよ、うん、人口が減って個人主義、今日本は個人主義なところなんですよ、うん、個人主義から全体主義に近づくんじゃないかなと思って、はい、あのスイミーってあったさ、絵本の、うん、まあ、その数が減っていったらみんなで助け合って生きていかないとみたいな。でもそれだと資本主義とかでは難しいさ、資本主義の社会はその中に成り立たなくて社会主義っぽくなるから、うん、だからみんなが一人一人がその能力が高い国民になって数が減っても国力を経済を維持しようっていうのはそのいわゆる国としてはその今の資本主義的な社会をキープしたいっていうあの政府っていうかそのいわゆるその自民党の皆さんの思惑が感じられる。数が減っても資本主義っていう、ありえない話なんだけど、安倍はなこれ流れてるでしょ。さんつけて、さんつけて、一応は安倍さんが、一応は、はいはい、お届けしております子供の島キラキラでございますよ。今日はなんていうのかな、まあ気になったニュースの、言葉を踏まえながらね、うん、人口が、1億人を切るんじゃないかと言われている2050年、はい、でそしてそれは結局、子供の数が少なく、はい、で高齢者が多いっていう人口比率で人口が少なくなると、うん、そのただでさえ人口が今の半分になるのに、うん、その中でその半分になった人口のその比率、うん、少ない上にその割合が高齢者が増えるっていう、ああその未来の日本ね、うん、その中で子供たちっていうのが今後どういう環境で生きていくのか、うん、ちょっとここでコメントが入ってるんで、アフソさんです、はい、みんなでタフ多妻制、一夫多妻っていうのは一人の旦那に奥さんいっぱいでしょ、うん、タフ多妻っていうのはたくさんの旦那にたくさんの奥さん、でも縄文式だね、なんか縄文時代っぽくていいですね、うん、これ面白いですね、まあ、アクソさんらしいそのブラックユーモアというかね。で、北部の社会民主主義が理想かもね、この社会民主主義って言葉いいね、さすがアクソさん、うんうん、要は、一人一人の、民主的な人権とか、うん、民主的な政治制度、うん、要はちゃんと一人一人があの投票できる、うんうんうんね、リーダーを選ぶときにね、要は民主っていうのは民が主権を持ってるっていう意味だ、うん、民主主義っていうのは本当はさ意味はよ、うん、もう本当の意味で言うとあれじゃないわけ、多数決じゃないわけ、民主主義の本当の意味は民が主権を持ってる国の、うん、が民主主義だわけ、おね、民主だから、そうだよね、民が主だわけ、うん、
リーダーが主じゃなくて、リーダーは民のために働くわけ、うんうん、でしょ。だから昔はさ、公務員のことを公僕って言うんだ。公僕、うん、公やけ、公ね、うん、公務員の公に僕、自分とかの僕、うん、僕ってどういう意味かっていうと、もともとの意味はしもべって意味だわけ、うん、僕って言うんでしもべって読むわけさ、僕って書いて、うん、だから公僕っていうのは公のしもべっていう意味だ。素晴らしい、うん、それが民主主義の中では、うん、いわゆる公務員とか、うん、政治家とかっていうのは公僕ですと、うんうん、で、国家の主権は民が握っていると、うん、つまり、国は国家にあらず、国は国民にありっていう、うんね、国の主権は国民にあり、はいはい、でそのリーダーや 公務員っていうのは公僕として国民のために人生を注ぎましょうと、あという考え方がもともと本当はその戦後の民主主義の中にはあったはずなのよ、はい、だけどだから戦後もかな、うん、昔はさ日本はさ政治家は給料もらってなかった時代があるわけ。そうなの、うん、そう政治家やりたくてやってる人たちがいたわけ、うん、で実費でね、素晴らしい、素晴らしいよね、うん、でも現代社会で資本主義化する中で給料を上げないと生きていけないよっていう話になって、であとその時代はいい面もあるけど、要は金持ちが政治家をやると、その地域のねっていうパターンがやっぱり非常に多かった。なるほど、だいたい見えるでしょ。そうしたらだからそういったものもあるから、政治家っていうものをちゃんと給料、まあ政治家は給料じゃないのよ、報酬になるわけ。給料にはならないわけ、うん、で報酬を上げてちゃんとその、これで食えるようにっていう形も取ることで、その金持ちじゃなくても政治家になれる、うんうんうん、っていう制度になったけど、まあ、今だに相変わらずは相変わらずその地域のなんていうのか、大地主とか元々の地域の家系のね、ウフヤの子とかがなってるパターン多いけどね、はい、でシモジンどう思う、これから子供の数が減って、うん、高齢者の数が、まあ数じゃない、子供のと高齢者の比率が変わっていくと、うん、沖縄はまだまだ大丈夫、うん、まだ大丈夫って言って もう準備しないと危ないもう大和に行ったら本当子供がいないわけ、うんうんうん、でどう思う、その子供の育っていく環境、環境、うん、どう変化するの、どうだろうね、うん、厳しくなりそうな気もするけどね。そうなんだよね。そのどういう意味で、だって高齢者が多いんでしょ、うん、っていうことはそのなんだろう、経済的なものを子供たちにかかってくるわけでしょ、うん、そう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 、だからさ、俺たちが頑張って、うん、寝てきりにならない老人になる、そう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 いうことだわけ、子供たちに、うん、負担もかけないってことでしょ、そうそう、うん、だから国はだからそれで、うん、国だけじゃなく行政もいわゆる介護予防っていうのを何年も前からずっとテレビつけても介護予防介護予防でしょ、うん、これどういうことかって言ったら、うん、年取っても元気な年より増やそうとしてるわけ、うん、俺の勝手だよって話なんだけど俺が年取って元気か病人かは俺の問題だよって思うんだけど、うん、社会全体で見ると社会の負担になりますよみたいな、うん、これなんかカチンとくるわけ戦後のさ、うん、日本を支えてくれた、うん、そのお年寄りの方々をその、うん、あなたたちが多いと社会の負担ですみたいな、ああ、うん、そうだね、うん、難しいな、難しいよね、うん、で、シモジン覚えてる？去年か1年半ぐらい前ぐらいに僕がしきりに、うん、これからは今子供の虐待問題とかいろいろあるけど、うん、ほら子供の虐待について結構今まで語ってきたさ、うん、僕がたまにさその話の時に、今は子供の虐待のことがあるけど子供の虐待なくなるよと、うん、減っていくよと、うん、これからは老人の虐待が始まるよって、うん、僕ずっと言ってたの覚えてる？覚えてる。今ニュース見てどう思う？うん、今はあれだね、老人も子供も今増えてるね、うん、増えてるけど老人の虐待増えたと思う。増えてます。で子供の虐待、子供の数が減っていくさ、うん、でさっきの話なのよ、うんうん、数が減るから希少価値が上がるわけ、うん、だから子供は逆にどっちかになると思う、甘やかされるか働かされるか、あで、高齢者がやっぱり増えて
もうこんだけさ、もうテレビとかでさもうなんかコマーシャルみたいに高齢者が増えて国が負担、これが国の負担になるみたいな言い方をずっとするさだから人々の国民の中にこう洗脳されるみたいにさ、あのなんかこう高齢者に対してこの人たちがいるから自分たちは負担抱えてるみたいなイメージがついていくのが僕はとっても心配で、本当に高齢者を尊敬して高齢者に優しい国になってほしいって僕は思っているわけ。素晴らしい、ね、そうさね、うん、でその中で子供をさ、うん、教育してその高齢者介護とか高齢者を大切にするっていうのを言葉だけじゃなくて介護にしろ高齢者の方々のお世話にしろさ、うん、それを子供たちも一緒にやることで本当に人に対する思いやりとか、うん、奉仕の心とか、うん、みんなで社会を成り立たせていくみたいな、そこに僕はつなげていってほしいんだけど、うん、結局ほら今もう介護事業所とかもう結局働く人が少なくて、うん、高齢者は多いっていう状況の中で介護職員一人がもう何人っていう高齢者、介護が必要な高齢者の方々をその福祉施設とか病院とかで見るじゃない、うんうん、でほらこの間みたいにほら何人か殺しちゃったみたいな、殺したんじゃないかって言われてる事故って今なってるけど、うん、だから結局どん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 これから人口の比率が変わっていくと、やっぱり人口増えたら人権下がるで、人口のパーセントが多い年齢層、つまり高齢者さんがの人権が下がっていく。でその兆しが今も見えてて、うん、今ちょうど X の時期だから、うん、その高齢者が増えてまた子供が残ってての時期だから、うん、両方の虐待が多いんだよね。だろうね。これがさ、うん、なんか日本のさ、なんか国民のさ、うん、こう中にあるさ、その本質的なものなのか、うん、でもそれでも日本人は本当に礼節、うん、思いやりに優れた国民だから、うん、たとえそういうその超少子高齢化の時代にしても、うんうん、お年寄りを大事にするんだよっていう風になっていくのか、なんか日本人が試されてると思う。あ、俺たち教えていけばいいね。そうそう、そこなんだよ一番大事なのはそこだよね、うん、僕たちがちゃんと子供たちに教えられるからね、うん。というか、シムジン今日なんか告知があるんでしょ。そうなんだよ、うんうんうん、どうぞどうぞ。東武祭り行ってきて先週ね、そうそうそう、先週ラジオがごめんね、うん、これからね説明からしようね。東武祭り、そう東武祭りで先週の日曜日、うん、東武祭り沖縄市の東武祭りで、はい、FM 講座は特別番組、はい、でそれで子供の島キラキラも東武祭りからの放送で、はい、で僕が行けなかったので、はい、シムジンに行きました。うん、でどうそこからで、その後ろに東中のブースがあって、はいはい、で見守るとかしてるじゃないですか、うんうん、でそれでなんか許可をもらって、あっ8人やっちゃった、うん、ですね、第20回、うん、沖縄市立、うん、沖縄東中学校の吹奏楽部、うん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 、定期演奏会があります、うんうん、あのね、音をオンで返すっていう、へ、音って書いて、はいはい、音を音で返すっていうテーマかな。おお、いいね、いいね、すごくいいね。沖東20周年、うん、たくさんの方へ感謝の気持ちを込めて、うん、で曲目がバラのシャニクサイというのかな、これ、うん、でもう一つロシアの皇太子、うん、でゲストに合わせ小学校音楽部、あ、いいね、吹奏楽団、うん、コザフェスタ、はいはいはい、で平成27年10月18日日曜日、うん、沖縄市、あ、沖縄市民館大ホール、うん、市民会館、市民会館大ホール、うんうん、で会場が13時30分、うん、で開演が14時、入場は無料です。ああ素晴らしいね。じゃあ沖縄市民会館で今月の、うん、今月です、うん、今月の何日、18日、今月18日、じゃあ来週だ、来週日曜日、うん、来週の日曜日だね、うん、今日が11日の日曜日だから、はい、来週の日曜日沖縄市民会館で東中学校の吹奏楽部による演奏会あります、ね、あの音を音でお返しするというね、うん、音の恩返し、音の恩返し、うん、いいね、いいね、うん、で13時、13時半に、うん、13時30分に、30分に、うん、会場、はいはいはい、
で開演が、うん14時からです。ああ素晴らしいね、素晴らしいね。私も行きます。おおいいね。僕は仕事でまた仕事で行けないんだけど、はい、でもぜひぜひね皆さん沖縄東中といえば、はい、もう今多分沖縄市ではトップレベルです。吹奏楽はすごい、めちゃくちゃうまいよ。そうなの、うん、行く、見た方がいいよ。すごい、本当にすごい。であとね合わせの小学校のその吹奏楽部とかをお呼びしてる、うんうん、っていうのはやっぱりこういう世代間交流よね。でその子たちは多分吹奏楽で憧れてさ東中に進学していくと思うんだけどさ、うん、で本当に沖縄東中、今ね山内中学校とかも強かったんだけど、はい、もちろん山内中学校前からずすごくいいし三里なんかもすごくいいんだけど、うん、沖縄東中中学校では僕は今のところピカイチだね。そうなんだ、うん、すごいよ。去年一昨年ぐらいに見た東中の演奏とかすごく良かったし、今もいるのかな、東中にいたトロンボーンの女の子がすっごい良かった。へえ、うん、もう進学したかもしれないけどね、すごい良かった、うん、とっても良かったね。行きましょう、絶対見に行った方がいいですよね。はい、行きます。はい、皆さん、沖縄東中の、音の恩返しね、うん、で、その来週日曜 日曜日10月18日、はい、沖縄市民会館にて、はい、午後1時ね13時30分からですよね。はいはい、そうそうそう、はい、開演ですので皆さんぜひぜひ、足を運んでください。はい、で何て言うんですかね、何ですか、その、沖縄、コザフェスタかな、コザフェスタ、うん、うん、は、確かね社会人の吹奏楽だったと思う。そうなの、そうそうそう、沖縄市のね、うん、これもなかなかすごくいい。で先生の方だったり元吹奏楽をやっていた人とか、そういう人たちが集まっててすごくいい、楽しみだね。うん、とってもいいと思う。今なんか話聞くとやっぱりその顔ぶれも素晴らしいし、もうぜひ行くべきですね。はい、行きます。はい、皆さんぜひぜひね足を運んでみていただければと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいね、いやでも本当にね、これから、どん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 ね、涼しくなってきて、実はね、吹奏楽はこれから結構、演奏会とかねそういうのが増えてくる時期なのよ。うん、もう沖縄市は結構ちょこちょこ毎年恒例のイベントとかもう、やっていて、すごく、これから、沖縄県全体の小中の吹奏楽部 の、うんうん、イベントなんかもあってさ、うん、とってもいいですよ。沖縄ね、うん、なんていうのか、沖縄は昔から、うん、吹奏楽とかそのマーチングとかすごく強いし、盛んなところなので、うん、全国的にも結構沖縄は強豪県の大きさ、うん、いいね、いいよね。甲子園も強いし沖縄はね野球もすごい強いし、うん、吹奏楽も強いしね。あと空手も結構強かったんだね。空手どうかな、あ、そうなの。ちょっとよくわかんないけど、でもまあいろいろとね、うん、子供たちに頑張ってほしいなと思うところでございます。はい、あ、麻生さん東中なんだね。そうなの、うん、はいはい。でどなたかわからない方ですけど、日本をファシズムにすべき、まあ、ファシズムにし、ファシズムにすべき、うん、ファシズムわからない方はネットで調べてください。まあまあまあいろんな意見があって、まあ、それはそれでありなのかなと、うん、基本的にこういう方な方がいいんだっていう人の割合が増えたらそうなるだけだと思う。うん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 、単純にね割合だから、うん、スイミーだからというわけでね、はい、まあ、人口が変わっても、人権が下がらず、はい、やっぱりその高齢者に優しい、国であるといいなということを願ってですね、今日はここまでにしたいと思います。はい、はい、じゃあ来週は下人かな。はい、そうですね、お願いしますね。また来週は下人が中心になってお届けしますので皆さんまた来週聞いてください。はい、さようなら、はい、さようならですまた来週。面白いなぁ。龍が新八声真似し、はぁ、面白い考えですね、ファシズムね。いいと思いますよ、はい、いろんな考えがあって。ではまた来週